首都ファンタジーは、鎌倉春秋社の発行する機関の文芸雑誌。創刊から24号まで、柳瀬隆氏が責任編集を務めていた。2007年10月19日に、2007年終点号、として創刊。かつてサンリオが発行しており、柳瀬隆氏が編集長を務めていた、月刊誌、死とメル編の事実上の復刊といえる雑誌である。 柳瀬の元に集った人気イラストレーターと投稿師とのコラボレーションを歌っていた。2013年10月13日に柳瀬が死去。同年10月19日発売の2013年秋、しおり号が柳瀬の責任編集としての最後の号となった。2014年1月19日発売の2014年、冬死号からは、 とファンタジー観光委員会が責任編集を務めている。また、創刊以来柳なせが描いていた表紙イラストは、この号から、宇野明義が手掛けている。2015年10月19日発売の2015年、秋染号にて、次号から年2回間になると発表された。2018年4月5日発売の37号にて、定期観光を終了。今後は、 別冊として不定期観光になる予定と発表された。2018年8月1日に不定期、観光移行後初の号となる別冊誌とファンタジー丸ごと林家木久扇が発行され、2019年1月8日に38号が発売された。ありがとうございます。